朝4時起き大学生の一日を紹介していきます。今日もめちゃめちゃ暑いですが頑張っていきましょう。ということでまずは起床して髪型がやばかったんでヘアセットやっていきます。ヘアセットしたのはいいですが結局帽子をかぶってしまいました。最近夜も暑いんでクーラーガンガンにして寝ちゃうんですけど、結構朝起きると体だるいですね。帰ってきたらね、いつも朝はショート動画の編集をやっています。この日は2時間ほど編集してやっと朝食です。そして今日見せたかったのが散髪です。最近黒髪のセンターパートにしていたんですが結構飽きてきたんで今日はイメチェンもかけてハイライトを入れていきたいと思います。このかぶり物するのは初めてなんですけど、なんかすごい変な感覚でした。ブリーチで2回ほど色を抜いた後に青っぽい色を入れて完成です。今は少し暗めで分かりにくいんですが1週間ぐらい経つと色も落ちてきていい感じになると思います。そして今日は2日に1回している胸トレです。久しぶりに行ったことないエニタイムに来たんですが、ここの更衣室意外に漏れてよかったです。そして来週沖縄に行くそれ用の服を買うためにユニクロにやってきました。いつもユニクロの白 T でこれはゆったりしていて肌触りも良くて最高です。今日も1日頑張ったということで引っ越し後初の回転寿司にやってきました。